フランスの地域圏の一つ。主婦はコルスデューシュド県にあるコルシカ島最大の都市アジャク市を。前身となるコルス地域圏は1982年のフランスの地方文献により他の地域圏とともにフランスの地方公共団体となる。コルシカ島以外の地域については現在も地域圏であるが、 コルシカ島については1991年のジョックス、法により他の地域圏にはない組織と権限が付与され、現在の形となった。ただし、抗義には、地域圏の一つとして数えられることが多い。例えば、フランスの地方議会選挙では、CTC の議会であるコルス地域議会の議員選挙も、他地域の地域圏議会と同日に行われる。また、 CTC が設立した文化施設にはリージョナルの名称が付与されることがある。1982年から91年までのコルス地域圏は1982年7月30日の法律第82から659号により特別地位を有する地域圏と規定され、コルシカ島の言語、文化、教育、放送面において フランス政府との協議が前提であるが、独自の政策を持つことができるようになる。1981年に設立された、コルシカ大学の研究プログラム、党内で放送される、フランステレビジョンやラジオでの番組制作に関わる、権限などである。また、他の地域圏にある経済社会諮問委員会に加え、コルスだけの文化教育諮問委員会が設けられた。 この諮問委員会は、コルシカ島の文化人や有識者で構成される。コルシカ地域議会。2008年3月撮影。コルス地域圏は1991年に、コルス地方公共団体に改組され、コルス地域圏議会は前述のコルス地域議会となった。ほか、審議圏とは別に執行権を担う執行評議会が新設される。これは事実上、 コルス地域議会の第一党議員により構成されるもので、その長である執行表議長が、コルス地方公共団体の最高責任者となる。フランス本土の地域圏の責任者は、地域県議会長であり、コルス地域議会の議長は単に議会の運営においてのみ責任を持ち、行政上の責任者は執行表議長である。 コルス地方公共団体の制度上の大きな特徴は、審議権と執行権が明瞭に分離されている点である。執行評議会はさらに評議長以下、5から7名の評議員により構成される。評議員もコルス地域議会の第一党議員から選出される。各評議員は、CTC 各行政分野における責任者で、外局の長も兼任する。 現在コルス地方公共団体には次のような外局がある。コルス地方公共団体は従来の文化、教育、メディアに加え上記の外局が担当する分野においてフランス本土の地域圏にはない権限が広範囲に認められている。またそのための財源確保についても特別な権限が付与され出入島税の新設がその事例である。 文化面でも上述の例に挙げたような文化施設の設置が認められている。コルス地方公共団体は2002年2月の法律によりさらに権限が強化される。この時の法律により原則としてコルシカ島の学校ではすべてでコルシカ語が教えられることになった。地域圏設置以前からある2つの県と360余りある。 市町村との整合性が議論され、2003年7月には、当時のニコラサルコジナイム大臣の主導により、コルシカ島の2県及び県議会を廃止し、これを CTC に統括させる案が、コルシカ島民の住民投票にかけられたが、僅差で否決された。しかし、この統括案は、2015年の法律により2018年1月、実施されている。 二県の県議会と県庁の機能と権限が廃止され、CTC に移譲された。このことで、CTC の権限が、さらに大きくなり、51人であったコルス議会の議員定数が63人に拡大された。上、オートイコールコルス県した、コルスデュシュド県。ありがとうございます。